嬉しい、覚えててくれたんだ。え、あいつクロティーヌ。うわ、これ欲しかったんだ。喜んでくれて嬉しいよクロディーヌ。喜んでくれて嬉しいよクロディーヌ。実は私、故郷に戻らなきゃいけないの。え、ママが危篤でもう長くないって。なんだって。でもすごく遠くて、乗り合い馬車で1ヶ月くらいかかるの。あ、お金がものすごく必要だわ。お金、お金が欲しい、ものすごく欲しい。よよよよよよよ。かわいそうなクロディーヌ、心配しないで、すべて僕に任せ。よー。あ、ニック、誰ですかあなたは。かわいそうに、いつの間にかママはそんな遠くに引っ越しちまったんだな。前までは東に3日くらいと聞いてたのに。3日だって十分遠いでしょ。また誕生日なんだってな。1年のうちに2回も来るおめでたい人がいるとは知らなかった。誰だいクロディーヌ。あなたを招待した覚えはないわよ。何よ。それを巻き上げて売り払えば間違いなく詐欺だぞ。そいつは明らかに鑑定書付きの高級品。行こう、変な人に絡まれちゃった。この先賞金首になってでも生きていくつもりか。送り出したママが悲しむな。畜生と、傷つけたら賠償問題だぞ。あれ、お前さんのだろ。あ、僕は騙されてたんでしょうか。おいニック。お、すっかり飯が冷めてしまったぞ。ああ、すまん。ドラ猫プリンパフェカラメルつゆだくおかわりじゃ。